で、見てください。今ね、パッと違和感に気づきませんか？ほら、この表示見えます？楽しすぎると。今、グラインドボタンあります。ほら、普通にすごくない？ジャンプ力がめっちゃ上がるんで。おー、すごい。どうもさん、ということで本日もレゴフォートナイトやっていくんですけども、本日はですね、皆さんクリエイティブモードってあるじゃないですか。ここでねレゴって調べるか、もしくはここにねレゴって出てくるからそれでもわかると思うんですけど、まあ一回レゴって調べようか。ここでレゴって調べると、です、レゴって調べたり、レゴのタブを選ぶとこんな感じであると思うんですけど、そんな中ね、公式が出した新しいモード、レゴスムージーオデッセイっていうやつがあるんですけど、これですね。このモードですね、なんと、レゴの新機能をね、様々試してるんじゃないかという説がね、ありまして、そちらをね、今回この動画で検証して、皆さんと一緒にどんな機能が来そうなのか、そしてどんな機能が来てほしいなーとかいうことをね、喋りながら、実際にこのゲームでね、新しい体験をしていこうと思います。ということで、動画が始まる前に、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。そして、はい、見てください。アイテムショップ見て、ここですね、右下クリエイターサポート、ここを押しますと、でここで AFR 大文字です。たった3文字、これやるだけで世界が幸せになりますということで、ここ調べるを押していただいて、あとはキャンセルで大丈夫。これでもう反映されてます。2週間に1回今んとこ外れるようになってるんで、それだけ注意して、2週間経ったなと思ったらまたここつけてくれると嬉しいです。ということで早速本編やっていきましょう。はい、ということでやってまいりました。レゴスムーディーオデッセイみたいな感じですね。すごい、めっちゃ綺麗だよ。もうめっちゃ綺麗。まあ早速ね、一人で開始していきたいと思います。どんな感じなんだろう、一体。このゲームね、やるの俺も初めてだから、何なのか分かってないんだけど、20秒からカウントが始まって、今、だんだんカウントダウンが始まってます。あと5秒で始まるってことかな。ここ待機島みたいな話かもしれない。おーしー！あ、始まった。やばい。なんか来たぞ。え？何？ヤミースムーディーベリーズ discovered on this planet。 美味しいベリーをこの惑星で見つけましょうっていうことかもしんない。うお、すごい、やばすぎる。おっとあ、やられた。やられないんかい。さあ来ました、バスが到着いたしましたと。駐車が雑です。免許返納間違いなし。お、これジューサーかな。さあ来ました、メッセージ、 Time to blend some smoothies。 スムージーをブレンドする時だね。 Let's go。 あ、こうやってフルーツを集めるっていうモードなんだ。はいはい、ゲーム自体の解説もねしっかりしていくんで、皆さん、ぜひ遊んでみてください。で、これね、まあここにたどり着きましたと。フルーツを集めるんだけど、まず何これ、かわいいのか、かわいいのか、かわいくないのかわからん、なんかやついるなこれ。でもかわいいか、さすがに。うら、踏みつぶしやろ。うら、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 これはお前、この世の摂理なんですよ、これが。No。 で、これがブレンド。あ、ブレンドするものがないとブレンドできないんだね。ブレンド、なるほど。まあ、基本英語だからね。まあ、この動画見れば大丈夫だと。で、見てください。今ね、パッと違和感に気づきませんか？ほら。この表示見えます？そう、よじ登る。なんだってと。レゴによじ登るなんてなかったじゃないかと。そういうことなんですよね。ほら、今よじ登る押してみたんですけど、モーションはね、キモいっすよ。もちろん。ほら、でも、よじ登れてるんですよね。ほら、わかる？ほら、ジャンプをね、今2回押してるんだけど、わっ！で、多分ただの考察なんだけど、エピックはそのよじ登る機能とか追加したいから、ここでテストしてんじゃないかなと勝手にね思っております。どうなんでしょうか。ほら見て、よじ登れるようになったんだよ。もしね、普通のサバイバルとかさ、普通のゲームモードでよじ登れるようになったらさ、結構熱いよね。ということで、まず1つ目の新機能はよじ登るだと。やばくね、よじ登る来たら。バトロワにあるからそもそもありえない話ではないんだけど、っていうのがまず1つ目かな。ということで、じゃあまあベリー集めていこうか。てるるる、ここですよって、ここに行きなさいと。 Make smoothie。 スムーディー作っていきましょうか。スムージー作っちゃうよと。はい、こんにちは。 Select blend。 さあ来ました。これで喜んでる、喜んでる。なんだお前、うわ、青くなった。なに、 Water cooler new recipe。 new recipe 出てきました。ありがとうございます。なるほどね、こうやってゲージを進めていくんだ。これ一人でもねゆっくり遊べるからめっちゃいいかも。普通になんかいる。 Talk、こんにちは。パイロットキャプテン。エイリアンは敵じゃないよ。ただ喉が渇いてるだけ。あいつらの中の一人が俺のドリンク持ってったんだけどって言ってる、キャプテンが。キャプテーン。まあいいんですよ、そんなことは。ベリーは集めなきゃいけないんだね。なるほど、なるほど。で、このゲージが溜まるとなんかもらえるのかな。いいね。あ、スターピークマウンテンって右に出てるんだけど。場所によって名前も違うんだ、これ。すごってか、夜じゃん。夜になってんだけど。クリスタルケイブス。すごい。めっちゃ綺麗だぞ。で、ここでよじ登りしていくと。そう、よじ登りがね、しっかりあるんですよ。で、これで、まだまだね、新機能があると。お、なんかいる。こんにちは。パイロットキャプテン、またかよ。わおー。この機械、カップホルダーがあるよ。だから、こいつ
つのことハイテクコンフォートって呼ぶことにするわっていう、ハイテクの基準が非常に低い方ですかね、今の方は。さあ、ということでやってまいりました。ピック、ライトベリー来ました。ライトベリー集めます。ありがとうございます。すごいぞ。なんだここ。怖いんだけど。すごい。何これ。演奏できる。これ、音楽家の皆さん大歓喜。ちょっと俺わかんないんですけど、音楽家の皆さん大歓喜ということで、え、めっちゃ怖い、普通に。待って、え、怖すぎる。え、怖くね、普通に。何これ。ライトビリー集めて、またいた。コンストラクションクルー。今スウォーンの意味わかんなくてさ、調べたら先制したって書いてある。先制誓った。あ、だからあの岩肌歌ってるって誓うわ。絶対俺休み必要だわと、疲れてるんだと、岩が歌ってるように聞こえて私はビビってますという話でしょうかね、きっと。確かにそれは休みが必要ですよ。まあ、そんなことはいいんですよ。そんなことは良くてですね、続いてもちょっと見ていきたいんですけども、続いてなんですけども、ジップラインもね、様々噂されていると思うんですよ。で、このジップラインもね、実際にレゴで体験することができます。ちょ、落ちたって。もしね、サバイバルモードにジップラインなんて来ようもんならね、もう楽しすぎると。今グラインドボタンあります。ほら、普通にすごくない？ジップラインでこう駆け上がることができると。エモートもね、できます。ほら、やばくない？ほら、こういうダッシュもあります。ユーホー、やばい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 。ノー、危な。こうやってね、空中から乗るっていうこともできると。あ、素晴らしいと。やばい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 。はい、ぐるん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 。ちょっとバグってるけどね、さすがに。さあ、やってまいりました。ここは頂上ですね。スターピークマウンテンの頂上にやってまいりましたけども、そしてここででもね、新機能がありまして、皆さんテレポートしたくないですかと。村と村の間のテレポートね、そういうのもね、実装されてほしいなってみんな思ってると思うんですよ。僕もね、もちろん思っております。そのテレポートも体験できますと。このスターピークマウンテンの上、あそこがね、ベースキャンプだと思うんですよ。最初ジュース作った場所、そこにテレポートすることができると。これね、ワープトゥーベースキャンプ、ワープしますよってベースキャンプに、ということで、これ一回押してみましょうか。いきます、ワープ。ほら、ワープしてこんな感じで、これがね、もしね、サバイバルモードで実装されてくれれば、マジで熱いと、激熱だと。とんでもなくない？村と村の間をさ、簡単にチャンネルとか設定したりしてワープできたらめっちゃ熱いということで、これはね、でもワンチャンあると思うんですよね。今言ったよじ登りとテレポート、そしてジップライン、これですね、ワンチャン来ても全然おかしくないと。この高低差、この距離をね、一瞬で移動することができると。じゃあちょっとこれブレンドしようかな、せっかくもらったやつ。さあ、どうですか、ブレンドして。さあ、来ました。うわうわ、やべ、うわ、なに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 、プラムシャインだって。来た、ゲージが溜まった。ゲージが溜まると、なんだなんだ、なんか出てる、なんか出てる。ニューアイテムリワーデ、新しいアイテムが来たよと。おお、来た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 、荷物が届くんだね。なるほど、これやると、お、すごい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 、こうやってだん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 増えてくんだ。あ、すごい、めっちゃ面白い、普通にこのモード。なにこれ、ベースキャンプに電池入れてビーコンみたいな話？すごい、これめっちゃいいじゃん。普通にめっちゃ楽しいぞ。いろんな種類使ってね。じゃあちょっとせっかくだから一個ずつもやってみようか。めちゃめちゃ楽しいよ、普通に。これちなみに。一回やってみてもいいかもしれない。ただ光るだけなんだね、これは。光らせると。ライトマジック。これでまた荷物が届きました。経験値ももらえるんだね。普通にレベル上げたい人とかもね、ゆるーくレベル上げできていいかも、これ。あ、すごい、階段ついた。なんだなんだなんだ。階段がついて上に登れるようになったのかな。ちょっと行ってみようか。めっちゃついてくるし、こいつら。Use Telescope。望遠鏡？おー、すごい。あ、勝手にだ。勝手に動くんだけど、何もしないんだけど、勝手にね、望遠鏡動いてくれました。いや、めっちゃ面白いぞ、普通にこのもの。みんな一回やってみてもいいかも。やってみる価値ありです、これ。これ友達とやってもいいかもね、全然楽しいと思う。わわ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 、プラムパッション来ました。プラムパッション、ありがとうございます。で、こんな感じでマジでいろんな種類のね、果物をゲットしていくと。はいはいはい、なるほどね。マップもあるから、全部行ったかちゃんと見て、ちゃんと全てを制覇していくのもいいかもしれませんね。目星機能はね、そんなとこかなと思います。ジップライン、よじ登り、テレポート、この3つかなと思います。すぐ来るとはね、絶対思わないんですけど、まあ1年ぐらいしたらね、来るんじゃないかなと個人的には勝手に思っております。まあでもね、レゴで実際に今の3つの新要素を体験できることには違いないので、ぜひ皆さんもね、このマップ、まあ消えないとは思うんですけど、早めに遊んでみてください。普通に楽しいです。サイエンティスト in space nobody can hear you sneeze。 あー、ちょー、宇宙では誰もお前のくしゃみなんか聞こえないぜ。あちょー、なんだお前、変なくしゃみしすぎだろ。あちょーっていうくしゃみ何？お、なんだこれ、アヒル拾った。アヒルゲットしたらなんかアヒル置かれた。アヒルコーナーがある。乗れるんだ、かわいい。普通に癒されますね。癒し動画になってないこれ。なんかいる、パイロットだ。キャプテンパイロットみたいなやつじゃないわ。上がったものは必ず下がると言われるけども、この滝はメモを
取りませんでした。なんだそれ、なんだそれ、絶対メモ取らないマン。それ当たり前だろ、メモの通りじゃなかったよみたいな感じ。めっちゃ上がってるもん、めっちゃ上がってるよこいつ。そういうこと、なんかおかしいよって。この滝がむずいって。何こいつ、びっくりした。バキもいるんだけど。 This job rocks literally that's all we do rock stuff。 この仕事は文字通りロックだぜって。それしかやんねえだぜ、ロックなものしかやんねえだぜって。やかましいわ、やかましいわ。間違ってたらごめんなさいね。あの英語大体でね、もう今ある知識の中から頑張ってやってるんで、ちょ間違えてたら本当にね、申し訳ないと、申し訳ないとは思うんですけど。いや無理やろがい、あんな。だって意味不明な文章じゃん。まあ海外っぽいっちゃ海外っぽいのかなとも思いますけども、まあそれもまた一興じゃないかと。お、すごい、何ここ。うわすごい、低重力ゾーンみたいなとこがある。すっげ、ジャンプ力がめっちゃ上がるんだよ。おーすごい、まあ、低重力とかも来んのかな。うえいよー、ちょっとお前何やってんだバカ野郎、マジでお前のせいだよ。キルしてドリルして、これは仕事じゃないよ、これはライフスタイルさと。何言ってんだお前はと。ここにはなんかベリーみたいなのないのかな。オッケー来た。何？うわ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 、来た、新しいベリー。いいね、めっちゃあるわ。そしてめっちゃ楽しいです。音楽もねちょいちょい流れてるんだけど、まあ癒されますね。普通にめちゃめちゃいい音楽が流れております。場所によって違うんだねこれね。まあちょっと俺の動画はちょっと BGM 多分他の流れてると思うんだけど、ぜひ実際ねここに足運んでみて、どんな音楽かっていうのね体験してみてほしいなと。うわ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 、うやばい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 、やばい、バケモンできた。スムーズショック、また来た、また来た。いやこれめっちゃやり続けたいな、やり続けたいけど、動画の本題はあれだから、新しい機能が来たよっていうことだから、まあそんなとこにしとこうかな。この続きはねちょっと皆さんやってみてくださいと。普通に超楽しい。これをのんびりやってる続きとかはね、まあサブチャンネルとかであげようかな、サブチャンネルでやっちゃおうかなと。じゃあ一旦ここで締めとろうかな。はい、ということで今回ですね、新しくね公式が出したレゴのマップで来ることが予想できる新機能をねたくさん紹介していきました。ジップラインだったり、よじ登り、そしてテレポートとか低重力とか、いろいろあったと思うんですけど、皆さんどれが来てほしいですかと、そしてどれが来そうですかというのをね、ぜひともコメント欄で教えてください。ということで今回のこの動画、いいな、面白いな、参考になった、このクリエイティブやってみようって思った方はですね、ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてコメント、通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もお忘れなくよろしくお願いいたします。ということでまた次回のレゴフォートナイトでお会いいたしましょう。またねー。